こんにちは、速稼塾の方です。先日ね、レクサスのショールームに行ってきたんですよ。で、びっくりしたことに、レクサスのショールーム、私は飛び込みで行ったんですけども、なんか予約でいっぱいでですね、連日そうらしいんですよ。で、私が飛び込みで行った時にはちょっと待たされたんですけども、 CPO っていうね、中古車の係の人が出てきてくれて、まあ軽く対応してくれたんですよね。で、私飛び込みで、実際の商談ではないんで、まあ私の方もね、気を使ってあんまり時間を取らないような形だったんですけども、いただいたカタログそれから試乗はできなかったんですけども、ちょっと車内を見せていただいてね、いただいたカタログがもうなんかね、なんかの写真集みたいですよ。すごい。で、前回行った時は RV の方をお勧めいただいたんですけども、今回は LS がガン押しでですね、500っていうタイプらしいですね、これ。で、色がシルバー押しなのかな、すごいですよね。で、そこで感じた、いろいろ話聞いて感じたんですけども、これね、予算のことなんですけども、なんかね、1600万、1700万ぐらいするんですよ、車1台に。1800万とかね、一番安いグレードでも1000万は切らないですね。1200万ぐらいですね。家買うんですかって話ですよ、まあでもね、1000万かけてもいいかなっていう風な内装には仕上がってるんですよね。だけども、このレクサスなんですけども、多分ね、3年とか5年乗っちゃうと、もう完全に中古買い取りの時期になっちゃうんですよ。で、まあ、今でもそうなんですけども、LS の460ってね、なんか100万以下で買えるのがゴロゴロ出てきてるんですよ。だって1000万ぐらいの車ですよ、 LS の460って言っても800万から1000万の間だったと思うんですけども、それが100万以下でもすでに買えちゃうとかね、走行距離15万キロとか20万キロみたいなのがボンボン出てるとかね、そういうこともあるんですよね。で、LS に関しましては修理代がバカ高いというところもあります。なんだかすごいですよ。で、タイミングベルトってよく10万キロで買えるって言いますけども、タイミングチェーンなんですね、今はね。で、チェーンの交換は20万キロに1回なんで、それなりに高いんですけども、交換頻度はそんなにないんで、15万キロぐらいの中古車でもまだベルトを1回も変えてないよみたいなのがゴロゴロしてるんで、多分ね、中古買取してる途中にそれが来ると思うんですよ。ですんで、結局 LS 乗り続けると年間の維持費が、まあ、7、80万から100万ぐらいかかるんじゃないかなと思いますから、最初に例え100万で買ったとしても、5年乗ったら出費は500万ぐらいになるんですよね、これはね。いや、すごいですね、もう別世界ですよ、まあ、でもこういうのがね、割と街走ってますからね、金持ちっているもんだなと思いますよ、 LSね、まあ本当にね、なんかため息が出ますよ。ただ手に入れにくい車だからこそ、これで街を走る時の爽快感っていうのはあるんでしょうね。要するに、俺はこんな車持ってるぜ、すごいだろうっていうようなね、優越感に浸りたい人がこれ乗るところもあると思いますし、私の場合単純にね、デザインが好きなんで、まあこの LS の500のデザインはいまいち好みじゃないんですよ。ちょっとシャープすぎてね、もうちょっと穏やかな600の H とか、あの辺が私はね、好みかなと思いますよね、まあ私もね、車に憧れて少年時代を送りましたんで、まあ LS もう1台ぐらい入れたいなと思うんですけども、まあ、乗らないですからね。そう考えると、車乗らないのに持っててどうすんだって感じですよね。先ほどの話じゃないですけども、車買ったところで中古買取価格でその差額分、なんか年間で100万ぐらい無駄遣いするような感じなんでね、慎重に考えないといけないですね。まあとにかく新車市場はものすごく盛り上がって、トヨタ自動車は去年の倍ぐらい売れてるみたいですね。さすがに去年買い控えが起きたといっても、なんか一気にね、まだ緊急事態宣言下なのに売り上げはもうかなり過熱していてね、なんか本当に金はあるところに集まるんだなと思いました、こんなね、1000万円とか2000万円の車がビュンビュン売れるわけですからね、どうなってるんでしょうね、本当にね。ということでございました。